柴犬太郎さん29歳女性、摂食障害です。食べることにとらわれています。夢を見ても食べる、吐く、携帯で6時間ほど食べる動画を見て食べて吐いて気がついたら寝ています。私の脳は一体どうなっているのでしょうか。どうなっているかどうか主治医に聞いてみたらいいと思うんですね。摂食障害というふうにね今言っているので病院に通院してるといいと思うんですけども、基本的に摂食障害って非常に難しい病気として知られています。精神科の病気の中でも分かりやすくて最も治りづらいってあれだけど、最も扱いづらいというか精神科医の印象としても非常に難しい、治りづらい、あるいは病理が深い病気として知られています。だから摂食障害です、愛になりますよとはそう簡単には言えないですね。うつ状態です、うつ病ですったらこうしていくと大体良くなりますよってことは言えるけども、なかなか大変な病気であるということですね。なので基本的に自分の力で治すということは難しいと思います。かなり難しいと思います。なのでもし拒食症や過食症というものですね、インターネット上でいろんな症状とかが出てるので当てはまってるというふうに思う人がいると思うけども、そういう方の場合は自分でそれをコントロールして治していくっていうのはほぼ無理だと思いますし、無理だからこそ過食したり無理だからこそ拒食しちゃうわけですよ。コントロールできるなら病気になってないわけだから、だから自分で治すのはまず難しいってことを理解し、専門のドクターの助けを得るってことですね。摂食障害外来っていうねものがネットで検索すると出てきますので、どこの精神科でも見れるのかっていうと、できればそういうものをたくさん見てる専門の先生に見てもらった方がより良いアドバイスや治療を受けれるのではないかなと思いますので、ネットで摂食障害外来って調べてそういったものをやってる先生のところ、ホームページ上にも得意とする種類の病気とか書かれてるから、クリニックでもねそういった特に摂食障害っていうものがあるところで相談するのがいいのではないでしょうか。今この方の場合はもう相談してるかもしれませんよねっていうことで、その次のアドバイスをしていきますけども、摂食障害の原因っていうのは別に食べ物に対するとらわれではないんですよね。本当のところはもっと根深い部分があります。例えば体型に対する障害っていうのがあって、ものすごく痩せてても私太ってますって言うんですよね。体重がもう38キロなのに私は太ってますって言って、さらにご飯を食べないとかね、そういうことっていうのは起こってきて、かなりこの根深い心理的な要素があるんです。それには例えばそういう養育期の父親との関係性であるとか母親との関係性とか、そういったものも関係してくる可能性がありますし、単に食事に対しての執着が強いから摂食障害になるというわけではないんですね。根深い病理というものが起こるはずです。そういったものっていうのはある程度カウンセリングとかをしながら、あるいは自己洞察をしながらですね、自分と向き合いながら発見して治療していく、だからきちんと通っていくのも重要なんだけど、自分自身と向き合ってある種その謎を解き明かすって悪いけど、なぜ自分がそういう食べ物に対して執着するようになったのかというところを探し出す旅のようなものですね。そこを見つけることができたら、ああそうかっていうことでそこを直していこうっていう、食欲を抑えることを目的にすると抑えられないです。その根源に何かしかの自分をそう駆り立てるような原因や過去の出来事というものがあるはずなんですね。それが目に見えないからトラウマという、無意識レベルにそれがある意味海底の奥深くにその原因というのが沈んでいるので、それを探査しながら引き上げていくっていうのが心理カウンセリングですね。そういったものをしながら自分自身で考えながら探りながら向き合っていかなくてはいけないということ。だから今の質問に対しての単純な答えっていうのはないですね。それはね、簡単にあこうしてくださいよ、そうしたら摂食障害治りますって、そんな楽なものはありえないわけなので、自分自身が主治医やカウンセラーと二人三脚でなりながら、もっと自分の本質的な悩みというか原因というかつまずきというかということに向き合っていくっていうことをしていく、そうした上であという気づきとともに癒しっていうのがね起こってくることが多いですね。病院に通う、そしてカウンセリングを受けながらの自己洞察、こういったことをするというのが手がかりになってきます。そう簡単には治らないので、やっぱ何年もねカウンセリングしていく必要っていうのが出てくると思います。1ヶ月2ヶ月で治るものではないですから、長期的に根気よく少しずつやっていくということが必要になってくると思います。とはいえ治らないというわけではないですし、大抵の方は本当に最初ひどい状態で来られるんだけども、完全まではもちろんいかないけども、普通に社会生活できるぐらいまでは全然慣れますので、根気よく向き合っていってほしいなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。